どうも、おまっとさんでした。ヘアチロです。はい。というわけで、昼間くんの株が上がりに上がっております。今日も紅白戦で3安打!お見事。ね、もうプロの水に慣れてきたんじゃないんでしょうか。よかよか、よかよ。いい勢いで来てるじゃないか。昼間くん、一軍開幕、待ったなし!そういう状態ですよ、今。つい先日、西崎幸宏さんのトレンディーチャンネルの方にね、出演されてましたが、その中でも言ってました。ちょっとずつ慣れてきてると、うん、このプロのボールだったり、あとこのインタビューとかの対応とかも、ちょっとずつ慣れてきてると、うん、ええよ。肝も座っている。そして今日も、紅白戦で3安打と、エンスから1本、水上から2本と。水上何やってんだ逆に。紅白戦とはいえ、6時点はまずいでしょ。イニング強制終了ってお前。ま、ライオンズの打線が良かった。そういうことにしておこう。うん。ま、水上くんのことは置いておきましょう。とりあえずね。もう今、ポジりたいんで、この季節はポジりたいんですよ。ね、ピッチャーだったら今打たれても、そして打者だったら今打てなくても、開幕までに帳尻合わせてくれれば、問題はないので、逆に改善点が見つかって良かったねってことにしましょうよ。ね。水上くんも改善点見つかったんじゃないでしょうかね。まあ、僕すいません。映像の方今日ね、見れてないんですけどね。水上くんの投球ね。でもなんか、ご自身で新しいことをやろうとしてたんじゃないでしょうか。そこで、ちょっとうまいこといかなかったのかなと思いましょうよ。はい。ポジティブ、ポジティブ!この時期は、ともかく、打ったら褒める。抑えたら褒める。これでいきましょう。はい。これで、行かせていただきます。すいません。水上くん。ね。頑張ってください。で、今日ね、紅白戦はね、全然見れなかったんですけど、パリーグ TV の方でね、エンスからレフト前のヒットを打った動画がアップされてて、それをね、まあ見たんですけどもね、もうね、スクショすんのが楽しくてね、綺麗なフォームですね、昼間くん。もう、こまでこまでもスクショしちゃったよね、俺思わず。素人の僕が言うのもなんですけどね、綺麗なフォームしてらっしゃる。もうなんか、吉田正尚みたいじゃない。吉田正尚だよ、あれ、ほんと。山川穂高が、あれは 100% で吉田正尚よって言ったのもうなずきます。背格好、シルエット、あと、そのフォロースルーだったりも、似てますよね。これ、首位打者取っちゃうかもしれないですよ、ほんとにこれ。入団記者会見の時に首位打者って書いてたけど、これありますよ、1年目に下手したら。それはないか、さすがに。それはね、いくらなんでも首位打者はないないないもう最近昼間くんに関しての感想ばかりですいません。もうだって楽しみじゃないですか。もう本当はね、今日ね、他のことに関しての動画をね、あげようとしたんですけど、ちょっとね、この昼間くんの、この活躍っぷり、もう気持ちがもう爆発しちゃうよね。昼間くんに対しての、頑張ってほしいわ、昼たく。昼たく心中です、今年は。はい。使い続けましょう、松井監督、昼たくは。全試合、143試合、昼たくを見たいです。すいません、ちょっとね、ヒルタクに関しては今年、かなり僕は、ちょっとひいき目で見てしまうかもしれません。ヒルタクに関しては、ここは皆さんちょっとご了承ください。というわけで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタン、コメントもお待ちしております。Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、ライオン!I take to the ball game. 君が勝利の女神さ。